かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人のクス氏が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。沈黙の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは聖器を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の死が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは人をのみて活をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うために、もう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ、死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度も、いくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ、答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻り、ゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。